フラパオロ・サルピは、イタリアの学者、歴史家、修道士、医学、自然科学にも通じていた。ベネツィアの出身で、1565年に、聖母の下僕会の修道士となり、1579年には、その館区長、1605年には、総代理となる。イストリア・デル・カンシー・リオとライデンティーの、1935教会と国家の分離というそっち2派の競技を、 カトリック教会関係者として、ただ一人支持し、教皇の世俗性と各国の上層部と関係を持つ、イエズス会の姿勢に強く反対し、プロテスタントとも文通して教派にとらわれない、統一戦線を形成しようとした。その1619年の著書、イストリアデルトライデンティーのトリエント公会議の歴史は、この公会議により、カトリック世界がいかに誤った方向に、 進んでしまったかを証明せんとしたもので、教会経済への分析において、ジョン・セルデンの仕事を一歩進め、ピエトロ・ジャンノーネのような歴史家の先触れとなる。エドワード・ギボンは、サルピのトリエント公会議への分析は、強行制度より長く生き残る黄金の書となり得るもので、哲学的で記事、有益な形成の書であると称えている。ドルトリヒト会議の後、サルピは、 オランダの宗教論争に対しては、反、レモンストラント派を支持することを表明した。ありがとうございます。